12時56分です。ではここで ABC 交通情報です。交通情報センターの栗山さとみさん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路が事故のため渋滞しています。中国道は岡山方面に向かう下り線の西宮ラジオサービスエリアの先で乗用車の横転事故のため追い越し車線が規制されていて4キロ渋滞しています。また阪和道は白浜方面に向かう南行きの阪南インターの近くにある小野山トンネルの手前で乗用車の事故のため走行車線が規制されて3キロ渋滞しています。名神高速は名古屋方面に向かう上り線が京都東インター付近を先頭に12キロ渋滞しています。阪神高速の15号堺線が事故のため渋滞しています。堺方面からの北行きの港町付近で乗用車4台の事故のため左側の車線が規制されて3キロ渋滞しています。この影響で多摩出と港町の入り口は利用できなくなっています。以上、道路交通情報でした。栗山さん、ありがとうございました。各地で渋滞が発生しています。事故も起きているようです。雨のため前が見えにくい状況が続いています。どうか安全運転をお願いします。次の交通情報は1時50分頃にお伝えします。